ナイチンゲール買ってきました。でかいな、これ。俺 R、RE っつんだっけな。RE のナイチンゲール持ってるんだけど。それよりもでかいんじゃないこれ。箱が。ちょっと作ってみましょう。開封ウォー やべえ、めっちゃパーツある。シールも何こんなにいっぱいあるのわわおー、これはなかなかだな。パーツでかいな。これ RE 作ってるけど、RE よりはでもちっちゃいんだよね、サイズ的にね。これはなかなかパーツが、まあ、で,でかこのパーツ。ロブスターだ、やっぱり。ナイチンゲール。 あーこれ大変なのかなー結構いいなーこんな感じ一気に組み立ててみましょう今今オリンピックの開会式見ながら組んでるんだけどこれは大変だなーめっちゃあるんだけどこれ接着剤 使うっつったらえらい苦労だぞこれ接着剤ありの9キットでこれだったらもう嫌だねうわーこれもう全部赤いパーツなんとアンダーゲートだ俺の一番大嫌いなこういうのうわーこれ嫌だなちゃんと綺麗に切んないとぴったり合わないんだよなでカスは出るし100式でもないのにアンダーゲートとは それでそんな綺麗になんないんだよなアンダーゲートってやっぱりゲート跡って残るんだよなこれは辛いね頭の角が頭できたんだけどさここちょっと映んないなピントが合わないなここほらわかるかなこのここ隙間が超空いてんだけどこれここがね ぴったりに合わないんだここああもうピントが合わない細すぎてほらわかるでも大体わかるよね後ろに合っちゃうピントあこれ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 ここが合わない俺一回外してねもう無理やり無理やりつうかギュッてこっちひねってまあこのぐらいに縮まったんだけどもっと入ってたんだけどここがぴったり合わないもうこれ以上曲げるとなんか折れそうで怖いなんでだなんか 夏だから熱でこれちょっとぐにゃーってこのま曲がった毛があったんだけど。ここがね、ぴったり合わないんだよ、ここが。一晩ちょっとマスキングテープで思いっきり貼っといたんだけど。ここ隙間が空いてるから、これ治ってるかな変わった一晩押さえてたんだけど、テープで。ダメか。でもまあよ、でも前、最初の時に比べたら全然。 隙間が消えたかなわあでもこんな白いのが見えるななんだろう、夏で曲がったかなまずい。裏側の墨入れをしてしまった。ってことは、全部やらないとバランスが悪いだろう。ここを入れちゃったからね、こういうところ。目立つと思って。 あ,あ、ピントが合わない、ピントが。この肩の裏。ここ目立つから墨入れしたんだけど。そしたらこの腕の裏もあるし、それでロブスターの裏もあるし、めったな。うかつに裏に手出しちゃダメだな。ここもあるのか、ここも少し。うわ、組み立てる前やりやがったな。あとは一番最悪なのはこの足の裏だ。これはきついな。 このスカートの後ろバーニアの裏。うわーこれ、レイモンに手出しちまったな。縦だけにしとくべきだったかな。縦の裏は毎回やってんだけど。こーら、組み立てより、墨入れのが大変ですよ。えー、ちなみに色を塗る箇所ここ。この腕。ここ。あとは、ここかな。 腹の、腹の、腹の、ここ、ここ、こういうとこ、ここ、点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 。ここぐらいかな、塗るの。あの、ここのとこなんか MG みたいに、ちゃんとね、こう、穴が開いて、下のやつがあるから、ら塗らなくていいんだけど、ここはね、塗んなくちゃダメなんだよ。ここと、手。 あと、はみ出したとこ、これ手に塗る難しいから、ちょっとこれはみ出したとこ、は後で乾いたら削ります。これで組み立てて終わりかな。やっと完成だ。できましたナイチンゲールやっと完成したでもパーツがでっかいから、一個一個の。まあ、作りやすかったかな。 一番大変だったのはこのシールかなうわ、めっちゃ曲がってんだ、これ見ると。<laughs> このシール貼るに超難しいんですけど。まあね、でもね、あの、デカール後で、12月になんかデカールが出るらしいから。デカールで貼り替えようかな。シールはもう貼り直しができないからな。まあ貼り直したんだけどさ。すげえ大変だわ。 墨入れも全部したからなでもこう,うこういうとこはしてないけどーまあ裏側までしてるからパーツのこういう裏までいやーいいねオリンピック見ながらずっとやってたよ色はこういうとこだからねシール貼るもな緊張したなデカールも デカールがいいなやっぱり水の水のデカールじゃなくちゃダメ、うん、あの貼り付けてこするやつも俺苦手なんだよなやっぱ昔ながらの水シールだなでこのナイチンゲールなんか隠し腕があるんだけどちょっと隠し腕つけてみようこう引っ張ってあ抜けちまったじゃねえかこう引っ張って でこう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 でこう取れてる取れてるかこうねえ R インとはなかったからなこのバッテンかっこいいなフル装備 これ4本の方がかっこいいかな、これ4つ持たした方が。いや、でもこれだな。こっちの方が強そう。うわ、字を見て、この下半身だけ見ると。こんな感じ。すげえな、これ、どこ飾るんこれ。これがすげえよ、これが。これ、畳むしかないんだろうか。これがすげえ。横から見ると、こだよロブスターがこんな後ろ出るしさ。 ロブスター支えてんだこれでそれでこれ飛ばすためにはなんかね説明書見るとねこれね空中浮かすにはね2台いるみたいこれ普通のアクションベースのあの MG の位置じゃダメなんかな俺これ嫌いなんだよねこれここが抜けるとねパキンって落,落ちるとこれこれ嫌いなんだよな1個持ってるんだけど なんで4じゃなくちゃダメなんだろう ?MG じゃダメなんかなシャアのがあるんだけどシャアのさこのスタンドじゃダメなのかなこれじゃあこれいっぱいあるんだけどこれこれ1体じゃ無理かこれ2体で支えられないかな合わないのかなうーんまあこんな感じ今押し入れから 何年前だろ、これ。昔作ったハイニューガンダム。出して比べてみました。でかいな。あ、でもいいあ、いい大きさだな。これ RE と比べるとなんかね、ちっちゃすぎたから。あ、やっぱいい感じだな。でもこのハイニューガンダムのここと、こ、ここが同じぐらいの長さなんだけど。身長が。 それぐらいいでかいちなみにこのハイニュ乳ガンダムはこれメッキシルバーで塗ってるからこれ全部これもこれもメッキメッキシルバーここもここもメッキシルバーここもメッここはあれがシールかこういう細かいとこもメッキシルバーこれ色塗るとこいっぱいあったな確か昔作ったやつだからなあとこのバーニャのここのとこなんか錆びて錆びるとかどう色かな何色ってんだろう こんな感じ結構よく作ったんだよなこれこの角は塗ったのかなこの角覚えてないなここもどうなったんだろうここは塗ってると思うなここも塗ってるのかな塗ってるな結構色塗り箇所がいっぱいあったんだよなこれ色分けがあんまりよくされてなかったこんな感じあやっぱ合うなナイチンゲールと並べると どうですかねこれね、後ろのね、ファンネルが重くてね、これ倒れちゃうんだよ。しかももうここの関節がちょっとゆるゆるなんだけど、これベースに刺してこう飛ばさないと、あーもうダメだ。片手だーさよなら